クリスティアン・フックスは、オーストリアのインキルヒエン出身のサッカー選手。元オーストリア代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。17歳の時にアマチュアクラブのウィーナーのイシュタット、SC から、オーストリアブンデスリーガの SV、マッテルスブルクに移籍。左サイドのミッドフィールダー、または、左サイドバックとして、レギュラーに定着。5シーズン在籍した後、 2008年7月1日に遺跡金1200万ユーロでドイツの VFL ボーフムに遺跡。2010年ボーフムの二部降格に伴い1、FSV マインツレーゴへレンタル遺跡。主力として活躍して見事5位に入り L 出場権獲得に貢献した。2011年6月6日に遺跡金400万ユーロでドイツブンデスリーガのシャルケレイオンへ完全遺跡した。 2014から15シーズン限りでシャルケとの契約満了をした。2015年6月3日、イングランドプレミアリーグのレスターシティへ2018年6月30日までの3年契約で完全移籍した。移籍1年目からすぐにレギュラーに定着し、クラブのプレミアリーグ初優勝に貢献したが、徐々に出場機会を減らし、2021年5月21日、 2020から21シーズン限りでクラブを退団することが発表された。レスターでは152試合に出場した。2021年6月7日、アメリカ合衆国メジャーリーグサッカーのシャーロット FC に加入することが発表された。しかし、シャーロット FC が MLS に参戦するのは2022年シーズンからになるため、 7月27日に2021年シーズン終了まで、同郷でアセルチャンピオンシップのシャーロットインディペンデンスでプレーすることが決まった。2003年にポルトガルで開催された U17 ヨーロッパ選手権で3位の高成績を残したチームの主力メンバー。2006年5月にクロアチアとの親善試合に20歳で A 代表に初選出され、この試合で代表デビューを果たした。 ユーロ2008出場メンバーにも選出され、グループリーグ第3戦のドイツ戦に出場した。2010年11月17日のギリシャとの親善試合で代表初ゴールを記録。オーストリア代表のキャプテンを務めている。オーストリア代表でのフックス国際 A マッチ74試合1得点。ありがとうございます。